広島東洋カープ対広島東洋カープのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。際どいコースに送ってストライク。内への変化球は決まりません。打ちました。センターに抜けました。先制のランナー。バッターは2番に入っている岡本。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ初球は何か。初球時打球はセンターへ。バッターボックスには3番村上。ワンアウトになっています。まずはインコース、やや浮いた感じでしたけど、打ちにくいボールですよね。今の感じだともう一球来るかもしれませんね。なるほど。そう、インコース詰まりました。4番バッター坂本、ツーアウトになっています。走ってきた。ヒットエンドラン、わずかに右に切れました。ファールボール。引っ張った。伸びていく。どうだ、はい、そのまま。バッターは5番青木。カープ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。初球は何で来るか。引っ張った。ファーストが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあこれからカープが守備につきます。山田が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球ボール。スピードボールを持っています。インコース、これは外れます。ボール先行です。インハイ際どいコース、ストライクが入りません。外れました。先頭バッターを歩かせます。バッターは2番に入っている丸。フォアボールのランナーが出ています。一塁牽制、一塁はセーフ。初球は打ち。初球からツーシームを投げてきましたね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。次が2球目。ランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。いや、この盗塁は痛いですね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。そうですね。ボール、ここは見ます。外角低めのストライク。さあ追い込みました。このピンチ空振り三振に切って取りました。
改めてお聞きします、このグラシアルどういうバッターなんでしょうか。いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる楽しいバッターですね。なるほど、そうですか。まず何を投げてくるか。いいコースですが外れています。牽制、タッチもセーフ。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになった。左中間へのヒット、同点のランナーも出してしまいました。さあ、そして打席には王が入ります。さあ、なおもピンチの場面、ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。初球ボール、これは当たりません。さあ、3球目は何か。ファウルゾーン切れそうです。ファウルです。まあ、次はボールゾーンに外れていくフォークで空振りを狙いたいですね。まあ、そうですか。これが4球目。外れてますが、ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、ストレートわずかに外れてボール、156キロ。インサイド打った、抑えた、二塁へ送球、二塁フォースアウト。2回になります。カープの攻撃、バッターは DH 宮崎。カープリードで迎える最終回です。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですから、ぜひ点を取っていきたいですね。なるほど、そうですよね。センターへ、ここはフライになっています。抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあ、そして打席には菊池が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、ここでの追加点は相手へのダメージも大きいですから、なんとか得点に結びつけたいですね。なるほど、そうですね。一、二塁間、抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには森が入っています。さあ、ツーアウトながら、なおもチャンスは続きます。まあ、こういった終盤の追加点は重要ですから、この打席はしっかりつないでいきたいですよ。なるほど。変化球打った、取った、一塁アウト。これでスリーアウト。カープ最後の攻撃になります。打席には5番バッター筒香。カープリードで迎える最終回です。何から入ってくるか。アウトコース、空振りです。156キロがいきなり出ました。いい球ですね。あっという間に2ストライクです。外れてますか。はい、インコースわずかに外れてボール。さあ、4球目は何か。インコース詰まりました。取ってワンアウトです。バッターボックスは6番岡本。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振り、156キロがいきなり出ました。バッター、サードが取る、アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている杉本。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライ、ファールフライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。最後は